森永乳業は家庭用アイスクリームやヨーグルトなど127品目を値上げすると発表しました。家庭用アイスは3月1日出荷分から、ピノが希望小売価格で150円から160円に値上げされます。またヨーグルトなど乳製品は4月1日出荷分からで、ビヒダスプレーンヨーグルト 400g が230円から240円に、森永北海道バターは410円が460円になります。原材料価格の上昇が主な要因で、特に乳製品向けの生乳取引価格が4月から引き上げられるため、価格を見直したということです。